Java Enterprise Edition 環境構築。今日の内容はプロジェクト作成画像編です。よろしくお願いします。今回作ったプロジェクトに画像を埋め込む作業を行いたいと思います。よろしくお願いします。まずコンピューター開いていただきまして、 C ドライブ直下、ここにエクリプスホルダーあるんですよね。展開します。エクリプス C.exe、 これをダブルクリックです。するとコマンドプロンプトが起動してエクリプスが起動するんです。もうすぐエクリプス起動すると思います。今エクリプスが起動したんです。ここにですね、画像をはめ込んでいくわけなんですが、一体どのような画像をどこに使うのかというのをご説明したいと思います。ブックセンタープロジェクトという、以前僕がすでにプログラムをすべて書き上げて、ショッピングサイトが動くようにしたプロジェクトがあるんです。それを参考に、ご説明したいと思います。ブックセンタープロジェクト、右クリックで、実行のサーバで実行というので出てきますので、押してみてください。するとですね、トミキャット9が起動したんです。そしてショッピングサイトが開くんです。拡大してみてみましょう。このようなショッピングサイトですね。画像がありますよね。まず水色のところに、このショッピングサイトはデモ画面です、というデモというものを表した画像。そして、ようこそブックセンター。これはタイトルですね。タイトルの画像なんです。そして、一番下にコピーライトオールライトリザーブというフッターの画像もございます。そしてですね、この子育ての本1500円というのが一番目にございますが、詳細ボタンを押してみてください。この子育ての本という本の表紙の画像があるんです。そしてカートに入れるボタン、この画像もありますよね。これちょっと戻るんですが、3冊あるんですが、次の3件というボタンがございます。すると他の本が3冊あるんですよね。さらに次を押しますと、地平線の本、そしてサラブレッド、幼児の絵本、9冊ありますよね。ということは、9冊の画像が必要なんです。例えば9番目の本の画像をしてみますと、ここに画像入ってるはずなんですが、これまだ用意してないんですね。だから次の、ショッピングサイトプログラム組んでいくところには、ここの画像を入れてお見せしたいと思うんですが、例えば8番目の本ですね。ここは画像入ってると思うんです。ザ・サラブレッドという本の表紙が載ってるんです。つまり、8個商品の画像があるはずですよね。そして、カートに入れるボタン、これで9個。そして、デモ画面10個。タイトル11個。そして、フッターがありますよね。と、12個の画像が必要なはずなんです。そして、それは用意されてるはずなんです。どこに用意されているか見てみたいと思います。ブックセンタープロジェクトの次を展開いたしまして、ウェブコンテンツ配下、そこにイメージホルダーって作ったんですよね。展開してみます。すると、まずデモ画面から本の詳細が8つと、カートの画像、それからフェビコンドットアイコンと書いてますが、これはインターネットにアップロードした時の URL の前に来るマークの画像を用意してみたんですが、これは今回は結構です。そして、フッターとタイトル。そして、言い忘れましたが、検索ボタンございましたよね。虫眼鏡のマークだったんです。サーチという画像があるんです。もう一回見てみましょうか。サーチというのもあるかと思うんです。すると、ここに虫眼鏡のマークございますよね。これが必要な画像になってもらいます。そうするとですね、上から1個、そして8個、9個、10個、11個、12個。12個画像あるんだというふうに書いてます。では、それはどこにあるんでしょう。一旦エクリプス格納しておきまして、スタートボタン、そしてコンピューター C ドライブ直下ですよね。ここにエクリプスホルダーあるんです。その中にですね、ワークスペースというプログラムが書かれたホルダーがあるんです。これ見てみます。ブックセンタープロジェクトありますよね。展開します。そして、ウェブコンテンツ配下です。ここに
イメージホルダーってあるんですよね。この中にさっきの画像があるはずなんです。見てみましょう。出てきましたよね。デモ画面の画像、そして本の画像の1番目、8番目までございますよね。そしてカートの画像、で、フッター、検索窓、そしてタイトル。このような画像があるんです。これをですね、すべて選択いたしまして、コピーいたします。どこに入れるかと言いますと、ワークスペース。今回作っているプロジェクトは、ブックプロジェクトです。ここのウェブコンテンツ配下のイメージホルダー。ここに貼り付けてください。画像が、ワークスペースのブックプロジェクト。今回作っているものの中に反映されたんです。これ閉じておきまして、もう一度エクリプスを開いてみます。ブックセンタープロジェクトの画面は閉じておきまして、ブックセンタープロジェクトも畳んでおきまして、ブックプロジェクトを展開します。そしてウェブコンテンツ配下。そこにやはりイメージホルダー作ったんですよね。ダブルクリックです。今何も反映されてないようですので、ブックプロジェクトを選択して右クリック。リフレッシュと押します。するとですね、イメージホルダー展開してみます。先ほどワークスペースのブックプロジェクトに格納した画像が反映されて、このように表示されるんだというお話だったんです。まだブックプロジェクト、プログラムが書かれてませんので、このまま実行してもこの画像は見れませんが、今日の作業はここまでなんです。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。